チャド。チャド共和国、チャド共和国、通称チャドは、アフリカ中央部の国家。スーダン、中央アフリカ、カメルーン、ナイジェリア、ニジェール、リビアと国境を接する。首都はンジャメナ。正式名称はフランス語で、レピューブリック・デュー・チャド。通称チャド、チャド。アラビア語で。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・チャド。通称チャド。 日本語の表記は、チャド共和国、通称チャド。国名の由来は、アフリカ大陸中央部の湖のチャド湖にちなんでいる。チャドは、現地語で、大きな水域という意味がある。チャド地方に最初に成立した、広域帝国は、9世紀頃に、チャド湖北東部のカネム地方に建国されたカネ、ム王国である。カネム王国は、サハラ交易を基盤とする国家で、 南方から入手した造形や奴隷などを主に輸出していた。11世紀にはイスラム教を受け入れたが、14世紀に本拠地を奪われ、チャドコ南西岸のボルヌ地方に遷都したボルヌ帝国。しかし16世紀後半にイドリスはローマ王が現れてカネム地方を回復し、19世紀に至るまでチャドボンチの主導勢力であり続けた。この二王国は連続性があるため、総称して、 カネム・ボルヌ帝国と呼ばれる。チャドコ沿岸地域を本拠としたカネム・ボルヌ帝国に、対し、その西には17世紀以降、和大王国が、シャリカー中流域には、バギルミ王国が存在し、その他いくつかの小王国が存在していた。1900年にはフランスがこの地を占領し、フランス領赤道アフリカの一部とした。1958年には、自治政府が設立され、 1960年にはフランソワ・トンバルバイの下で独立を達成した。独立後、トンバルバイは与党チャドシンポ党による一党制を取り、他の政党を禁止して独裁体制を敷いた。しかしトンバルバイは政権基盤のある南部のキリスト教徒を重視したため、北部のイスラム教が反発し、1965年には内戦が勃発した。この反乱は、 北部の青蔵地帯の領土問題を抱えるリビア政府が支援していた。1975年にはフェリックス・マルームがクーデターを起こしてトンバルバイ県を打倒したが南部中心の政府に変わりはなく北部の反政府軍との対立は続いた。しかし反政府軍内でもクーニ・ウェディ派と一戦ハブレ派の対立が激化しており1978年には マルーム大統領はハブレ派との和解を行い政府内に取り込んだものの1979年にはこの同盟和が開始、ハブレ派が首都を制圧してマルームは亡命した。首都を制圧したハブレはグクーニ派との北部連合政権を樹立し、グクーニが大統領に就任したものの、翌1980年には対立が激化して戦闘が始まり、1982年には グクーニ政権は崩壊してファブレが首都制圧した。グクーニ派はリビアの支援を受けてたびたび北部に侵攻した。1990年にはイドリスデビがクーデターを起こして政権を掌握した。2006年4月13日、反政府勢力フックが首都ンジャメナに侵攻。2008年2月2日、フックを含む反政府勢力ユフドが チトン・ジャメナに進仰、チャドは、共和制を取る、立憲国家である。現行憲法は、1996年3月31日の、国民投票により承認されたもの。世界各国の汚職を監視している、非政府組織、NGO の一つ、トランスペアレンシー・インターショナル、ホンベルリンは、2005年10月に腐敗認識指数、CPI、 コラプション・パーセプションス・インデックスを発表した。対象地域は159の国と地域。発表によると他の4カ国と並んでチャドが最下位であった。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。再選制限はない。首相は大統領により任命される。内閣に相当する国家評議会の委員は 首相の推薦に基づき大統領が任命する。チャドの議会は憲法上は任制で上院と国民議会下院で構成される。しかし実際は上院は未設置で国民議会のみで運営されている。国民議会議員は国民の直接選挙で選出され、任期は4年。主要政党には現大統領イドリスデビ率いる愛国救済運動があり。 1990年以来の長期政権を維持している。野党勢力は脆弱だが、比較的有力なものに民主進歩連合、共和国連邦運動がある。最高司法機関は最高裁判所である。チャドは2004年頃から隣国スーダンのダルフール紛争が激化した影響により、国内の反政府勢力も活発化。2006年4月には、 反政府軍から首都のジャメナが攻撃を受ける事態となった。イドリスデビ大統領は攻撃を撃退し、翌5月の総選挙で勝利し再び国内の体制固めを行ったものの、2008年1月にはアピが、反政府勢力の影響下となり、翌2月には再び首都のンジャメナが攻撃にさらされた。なお、チャドは中華民国の承認国だったが、 1962年から1972年、1997年から2006年、2006年8月にアフリカにおいて積極的な外交を進める中華人民共和国と復興した。そのため中華民国とは現在断交している。チャドは後発開発途上国の一つである。経済不振の原因として長年の内戦状態と交通網の不整備がある。 道路網はほとんど未舗装であり、雨季には使用できなくなる。また、茶土湖につながる河川は水上交通として利用されるが、こちらは近年の砂漠化の進行で雨季の限られた期間しか船舶の通行ができない。アメリカのシンクタンクによれば2010年度の失敗国家ランキング第2位に終わった。茶道北部は乾燥地域であり、 農業は中部及び南部に限られている。主な農業地域は、茶床に流れ込むシャリ川及びロボンヌ川の流域である。主な農業生産物は綿花であり、石油生産が始まるまでは輸出の70%程度を占めていた。南部を中心に、牛やラクダによる牧畜も行われており、それらから取れる肉、皮も輸出されている。2003年に、 南部ロゴーンオリエンタル州のドバイ油田からカメルーンのクリビ港までのパイプライン 1070km が完成。日量10万バーレルの石油生産が始まった。2013年にはチャドの輸出の86.7%は原油によって占められており、原油輸出が経済の生命線となっている。ドバイ油田から上がる収益は監視委員会によって管理されている。また、 青蔵地帯にウラン鉱脈が発見されたが開発が遅れている。チャドの国土面積128万4000平方、軽平方メートルは世界で21番目で、ペルーよりやや小さく、南アフリカより大きい。国の大部分をチャド盆地が占めている。地陸分として北部はサハラ砂漠、中部はサヘル、南部はサバナになる。 西部のチャドコは7000年前に33万平方、軽平方メートルもあった巨大な湖の名残で、現在も砂漠化により縮小している。南部には、チャドコへ注ぐシャリ川やその四重ロゴーヌ川が流れる。国の最高地点は、北部のティベスティ山地にある、エミクウシ山、標高3445メートルである。にあるオアシスのは野生のラクダが集まることで知られている。 熱帯前線が南から北へ移動するため、雨季はサバナで5月から10月にかけて、サヘルで6月から9月となる。北部砂漠の年間降水量は50ミリメートル、南部サバナは900ミリメートルである。チャドは首都、ンジャメナ及び22の州に分かれている。最大都市は首都のンジャメナであり、人口は121万人、2014年を数え、突出した。 大都市となっている。これに次ぐ都市は南部のムンドゥ14万人、サール12万人がある。住民はスーダン系黒人が大半を占めており200以上の部族に分かれる。大きく分けると北部、中部のムスリム中心の部族と南部の非ムスリム中心の部族に分けられる。アラブ系民族は人口の14%を占める。アラブ系部族、非アラブ系。 ムスリム部族、ヒムスリム部族と、一見、隣国スーダンの国民構成と類似しているように見えるが、人口比率は大きく異なる。スーダンで人口の半数以上を占めるアラブ系部族は、チャドでは少数派である。また、チャドでは、ヒムスリム部族の人口に占める割合も高い。チャドで、最も人口が多い民族であるは、伝統宗教やキリスト教の信者が大半である。フラニ族、 ハウサ人、ザガワ人。言語は、フランス語、アラビア語が、公用語である。その他、現地の言葉として、南部のサラゴ、東膀、ダザガコウなど120以上の言葉が使われている。宗教はイスラームが51%、キリスト教が35%、アニミズムが7%、その他、ブールー教、バハーイー教、エホバの承認が7%である。 国土の大部分がイスラム教徒の多数派地域だが人口は南部の非イスラム教徒多数派地域に集中している。そのため国全体での割合から見ればイスラム教徒の比率はそれほど高くはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。